にゃーん、どれ買おう。ウキウキワクワク、カッパくんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はずっとウキウキワクワクして過ごしています。そんな今日は仮面ライダーデバイスのおもちゃ情報見ていきましょう。もうみんな見たかもしれないんだけど、僕は実は初めて見ます。だからとても楽しみです。それじゃあまず基本中の基本、変身ベルトデラックスデバイスドライバーってやつ見ていきましょう。こちら、なるほどなるほど。価格が7150円。ベルトっていつもこんな値段だっけ。いい値段するね。発売日は9月4日だ。なるほど。しょっちゃんがね、プレ版の先行抽選販売みたいなやつ応募するって言ってたから、もし当たったらそれより早く遊べるね。9月4日ね。なるほどなるほど。そしてセット内容が、本体とベルトとこのスタンプだね。こちらのスタンプの名前がレックスバイスタンプっていう恐竜のやつだ。ボタンを押すと光って鳴るっていう。いいねこれ、楽しみ。まあセイバーの時は鳴ったんだけど光らなかったからちょっと物足りなかったんだけどね。今回は光る鳴るっていうことでいいですね。でスタンプをベルトに押印押すんだね。そうすると絵柄が出てで光るみたいな。なんかすごいよね。とっても楽しみ。そして必殺技もできます。なんかスタンプ台が回転って書いてるけどすごそうだね。それからリミックス変身、さらに変身できるってことなのかな。すごいね。おもちゃの動画がある。ちょっとおもちゃの動画見ます。 CM ってやつ見たんだけど、バイスタンプを10種類集めようって言ってたけど、バイスタンプ10種類あるの？何それ、知らない。あ、っていうのを今みんなと一緒に見ていくって話なんだよね。とりあえずデラックスリバイスドライバーは税込み7150円、9月4日発売ということです。続きましてプレ版で先行抽選販売するデラックスリバイスドライバー仮面ライダー50周年スペシャルセットですね。これは変身ベルトヒストリーっていうものとバッタバイスタンプっていうスタンプがついてくるっていうやつで、お値段少しお高め、税込み8800円となっております。発売日は同じです。で次武器です。デラックスオーインバスター 50?50? これどっち。まず価格が税込み4730円となっております。でこれもねすごいんだけれども、ガンモードとアックスモード2つのモードで遊ぶことができて、このガンモードの先端の部分、あれがスタンプになってて、でこの画像の右の部分あるじゃない、光ってるとこ、あそこにね押印するんだって。でアックスモードにもなるでしょ。でそれでも押印したりするんでしょ。すごいよねこれも。欲しいな。でもベルトと両方買ったら結構こうな値段になるよね。でもこれは買っといた方がいいかなって思うよね。あーそんな感じ。 あとスタンプの話はまたちょっと後でするね。そういえばそうそう、スタンプも欲しいよね。で次行きます。次のおもちゃ情報です。こちらリバイスリミックスフィギュア仮面ライダーリバイ&仮面ライダーバイスレックスゲノムセット税込み4950円。こちらの発売日は9月11日となっております。リバイとバイスそれぞれあるんですけれども、稼働もね20箇所以上稼働するらしいので、フィギュアとしてもしっかりしているんですけれども、なんとリミックス変身、合体する変身だね。さっきなんかあどうなんだろうと思ったけど今ね調べた、そのね合体する変身、リミックス変身するということで、リバイスレックスへのリミックス変身ができるというフィギュアになっております。こちらにはオインバスター50のガンモード、アックスモードがそれぞれついてきております。で、次がこちらライダーヒーローシリーズ01仮面ライダーリバイレックスゲノム、それからライダーヒーローシリーズ02仮面ライダーバイスレックスゲノム、それぞれ税込み1100円となっております。今回変身ベルト発売の前にスタンプ、変身するためのアイテムが先行発売されたりするじゃない、それがないっていうことですね。
そんな感じなんだね。まあ、これからね、まあ、他にも出てくるかもしれないし、僕が今知らないからみんなに言えてないだけかもしれないから、もし情報を間違えてたらすいません。僕もね今ねいろいろ初めて見る感じなんで、わすごいなすごいなと思いながらみんなにねこのようにお話ししてます。もし間違ってるところとかあったらごめんなさい、そして教えてください。でね、気になるところありまして、バイスタンプですね。なんとバイスタンプ言う人が言うとまた平成頼みかとかそういう風に言ってくるような気がするんですけれども、このバイスタンプがね、そもそも最強生物の能力と仮面ライダーの能力が入ったものということで、こちら見てみましょう。はい、こんな感じになってます。で、10個のスタンプを集めようって言ってるんだよね。これビルドないの、僕の好きなビルドさんがないんだよ。まあ仕方ない、これから出てくるのかな。でもこういう風に昔の仮面ライダーをこうガンガン押した感じではないけど裏に潜ませているっていうのは僕的にはね結構好きかなと思います。そんな感じでこのねバイスタンプの情報もこれからどんどん出てくるかと思います。目が離せませんね。てな感じで今日はもうみんな知ってるかもしれないんだけれども仮面ライダーリバイスのおもちゃ情報をお伝えしました。放送開始日の前日にねいつも通りおもちゃ発売ということで楽しみですね。その前にプレ版のね抽選販売が当たればいいなっていうところでございます。さあ、じゃあ今日もね最後まで見てくれてどうもありがとう。最近頭の中リバイスだらけでさ、忘れちゃいけないよね、セイバー。最後までしっかり見ること忘れないようにしようと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。リバイリバイリバイみたいな感じだったよね。ああ楽しみ。どうやったってね今リバイスでいっぱい頭の中リバイスでいっぱい。